おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日は、上瀬さんで雨漏り調査で使っている赤外線サーモグラフィー、これについてちょっとお伺いしたいんですけど、正直、サーモグラフィーっていう響きだけだと、温度を測定するのかなっていう感じはなんとなくわかるんですけど、これがなんで雨漏り調査に有効なんでしょうか。そうですね、おっしゃる通り赤外線のサーモグラフィーは、建物の表面をの温度をこう色で見える化するもので、基本的には温度が分かるだけのものです。なので、その赤外線サーモグラフィーだけで、いろんな雨漏りが調査できるということはありません。ですよね。雨漏りは建物の中に水が落ちてくる症状なので、来た水がある場合にその部分の温度が低くなって、それを見ることができるというものです。雨が降ってしばらく経ってるともう乾いてしまうので、そういう場合には散水調査と合わせて、利用することが重要だと考えています。散水調査って今出たんですけれども、その雨が降ってる状態を起こさせる調査っていうことなんですかね。そうですね、雨漏りが起きて、予想目視でこう何か所か怪しいところを予想して、シャワー付きのホースで水道水をかけて調査することです。実際こう雨が降った状態のものを、ちょっと促進的な感じで、試験を水をかけて試験するっていう状態です。やっぱり雨漏りはその雨が降らないと原因っていうのはわからないので、それを再現するみたいな状態です。なるほど。その先ほど建物の中に水が侵入するっていうことだったんですけども、その侵入した部分がサーモグラフィーで見ると、なんか色が変わってくるとか、そういう感じになるんですかね。そうですね、室温が例えば25度とかっていう時に、水道水の温度とか18度ぐらいなんで、その分こう水が流れたところっていうところは、温度が低く出るものですから、温度差をサーモグラフィーで、見ることができます。なるほど。で、雨漏りしている箇所を散水 しながらサーモグラフィーを見ることで、目視では見えない部分も明らかにすることができます。なるほど。表面上目では見えない部分でも、そのサーモグラフィーで見るとその温度のその変化でその雨の通り道が分かるということなんですね。そうですね、面白いですね。これって実際にやってみて、サーモグラフィーのメリットってどういうものがあるんでしょうか。目視だけで迫ろうとすると、どうしても壁の中とかっていうのは見えないものですから、見えないですね。そうすると開口して大体部分的な大体も含めての、調査になるので、建物を傷めてしまうということがありまして、そういうのを省くことができて、また建物の外から見るときにも、大きな壁を、全体として温度を見ることができるので、足場とかかけずに見つけることもできて、そういう意味で、効率的にはなると思います。で、またその温度を見える化して、見える化できるものですから、一般のお客様に見ていただくことで、この雨漏りの、状態っていうのを、確認していただけるっていうのにも役立っています。サーモグラフィーは結構カメラ自体が高い
あの雨漏り用のカメラっていうのはすごい高いものですから、うん、またあの経験とかあと建築の知識とかも必要なので、うんうんうん、あのサーモグラフィーを持ってるからあの大丈夫っていうよりはやっぱり経験を積んだ、解析ができる業者さんに頼むっていうのが重要になってくると思います。ちなみにこれは言えたらでいいんですけど、そのサーモグラフィー、調査用のサーモグラフィーカメラって、大体おいくらぐらいするんですか、1台。そうですね、雨漏り用だと、うんうん、まあ、軽自動車は、湯に変えちゃう。あ、本当ですか。はい、あ、そのカメラ。自動車ぐらいなんかね。カメラ持ってるっていう、まあ、もちろん持ってるだけじゃダメなんでしょうけど、持ってるっていうだけでもかなり本気度が感じられる業者っていうこともありますね。そうですね。あ、なるほど。軽い気持ちではちょっと買えない。そうですね。確かに。なるほど。了解しました。ありがとうございました。ちょっと。